さあ始まりましたタチオリンピック、タチオです。先日こちらモハメド・ファラーをご紹介しました。ある意味伝説が始まったといえる1万メートルの試合だったのですが、本日は同じ大会の5000メートルをご紹介させていただきます。ここから正真正銘ファラーの無敗伝説が始まるのです。2011年韓国テグ世界陸上5000メートル決勝です。選手の紹介です。このニュージーランドのユニフォームはラグビーのオールブラックスを彷彿させますね。こちらがモハメド・ファラー、当時28歳。前回の動画を見ていない方はぜひご覧になってから戻ってきてください。より楽しめると思います。私ファラーと一緒に走ったことがあります。エチオピアのメルが1万メートルでは銅メダルを獲得しました。そしてバーナード・ラガト、大好きな選手です。走ってる時の顔がいかつくてね、必死の鬼の形相大好きです。ゲーレン・ラップ、彼も実力者、モハメド・ファラーの練習パートナーです。1万メートルでは最後の最後10メートルぐらいで抜かれたので、5000メートルは絶対勝ちたいと思ってるはず。まあ、ちょっとスパートが早かったから、この5000メートルどこでスパートをかけてくるか注目です。さてこちらケニアのコエチですね。この人は速いですよ。自己ベストがモハメド・ファラと 0.18 秒しか変わりません。ほぼ互角。ちなみにバーナード・ラガトの自己ベストもファラと 0.49 秒しか変わらない。来ました、エリュード・キプチョゲ。皆さん今では知ってる人多いんじゃないですか。マラソンの神ですね。まあ、当時はトラックの選手で自己ベストがすごい、ファラーより7秒近く速いんです。このスペインの選手のね、名前が地味にすごい。スペインという国の名前は英語なんですよ。スペイン、スペイン語やとエスパーニャになります。そしてこの人の名字がエスパーネなんです。国の名前が自分の名前ってすごくないですか。日本やと日本太郎みたいな感じですよ。まあ、日本太郎は公的な文章の例文でよくありそうやな。さあ始まりました5000メートル。まあ、タチョアメリカとかタチョアルゼンチンみたいな感じですかね。まあ、名字って昔に村の名前とか土地柄とかから付けられましたからね。もしかしたら彼の先祖はもう国で言っとけ、広ければ広いほどええんじゃってなったんかもしれません。まあ、大は小を兼ねると言いますから。さあ集団となりました。ファラーは先頭近くにいますね。珍しい。まあ、大体しんがり、つまり一番後ろに最初はつけるんですが、まあ、先ほど紹介した3名の選手の自己ベストですが、ケニアのコエチ、アメリカのバーナード・ラガト、そしてモハメド・ファラー、みんな今シーズンに出してるんですよね。だからほんまに接戦、誰が勝つか分かりません。どんなレース展開になるのか。 5000m の試合でいつも思うんですけど、給水いらんくない？飲んでるやつ見たことないねんけど。1万メートルでもあんま飲んでるやつ見やんからな。5000は絶対なくした方がいい。水の無駄、そして給水ポイントによるスタッフの人件費の無駄。残り3周となりました。1周が400メートルなので3周で1200メートルです。彼ら1キロを2分40秒とかで走りますので、くっそへ、あと3分で決着です。ファラーはほぼ先頭につけていますね。いつでもスパートをかけられる位置を確保しているのでしょうか。位置取りは短い距離になればなるほど大事ですからね。残り 1000m、 キプチョゲは中盤につけていますね。2019年に非公認ではありますが、マラソンで人類史上初の2時間切りを達成しました。バケモンです。超一流のペースメーカーが何人もついたのですが、その一人にバーナード・ラガトもいました。公認の世界記録は2時間1分39秒、最強の記録。またトラックではあの伝説の男ケネリザ・ベケルと何度か激闘を繰り広げたライバルでもあったのです。残り2周、どこで誰が勝負をかけるのか。皆さんなぜマラソンと呼ばれるか知っていますか。なぜ 42.195km か知っていますか。古代ギリシャでペルシャ軍を撃退したマラトンの戦いというものがあるんですが、その勝利の報告を兵士が走ってアテネに伝えたんですよ。ちなみにその報告をギリシャ語でエヴァンゲリオンと言います。あの伝説のアニメはここから来てます。
まあ、その走った距離、まあ、正確にはマラトンからアテネまでの距離が 42.195 キロなんですよ。戦いの名前マラトンからマラソンと呼ばれました。残り600メートル、おっと誰かこけたぞ。ケニアのコエチや優勝候補こけてしまいました。これはきつい。一回ファラーもこけたことあって、2016年のリオオリンピックの1万メートルなのですが、この練習パートナーゲーレンラップともつれてしまい、まあ、でもこけたのに優勝するというマジ伝説。あれはかっこよすぎた。さあ残り1周、ファラーは溜めてる、ファラーは溜めてるぞ。エチオピアのデブレメスケルが上がってきた。バーナードラガとメルガはいい位置につけています。激しいポジション取りが激しい。キプチョゲはちょっとポジション取りで落ちたか。ケニアの2選手も上がってきたぞ。これは分からん。残り 200m、 ファラーは上がってくるのか。コエチこけたのに先頭集団おるな、すごいな。おっとファラーまだ上がってこない。またもやエチオピアに阻まれるのか。後ろからラガトも来てる。残り 100m、おお、ファラー上がってきた。やっぱりファラーや。でも外からラガトも来てるぞ。逃げるかファラー、逃げろ、これは逃げる。うお、ファラー伝説の幕開け、ファラー優勝。これは素晴らしいレース展開。完璧な位置取りで力を温存してラスト 100m でしっかり抜けてきました。さすが、これぞファラー。ラガトが称えてるのいいな。いやこれは嬉しいで、1万メートルで最後の最後刺されたからな。最後まで溜めて 100m で行くと。銀メダルにバーナード・ラガト、銅メダルに安定のメルガです。しっかり入ってきてます彼。1万メートルに続いての銅メダル、まあ、3位と4位では大きな違いがありますからね。ラスト 0.14 秒競り勝っての3位、素晴らしい。そして私が称えたいのが5位のコエチですね。ラスト 500m でこけたのによう5位に入ったわ。まあ、優勝のファラーと1秒近くしか変わらんから、もうこけへんかったらあったかもしれんな。ラスト 50m ですかね、ファラーはきちんと差をつけて優勝。バーナード・ラガトも追ってるけどな。そしてこれはメルガがすごい。これは奥さんと娘さんですね。日本人のインタビューではないですよね、家族と一緒にカメラに映るのは。このバーナード・ラガトの顔見てください。鬼の形相、めっちゃ好き。めっちゃいい。モハメド・ファラーのナイスゴールですね。この喜ぶ姿めっちゃいいわ。泣きそうになります。いやー、ほんまよかった。おラガトがファラーのインタビューに、いいな、仲良さそうやな。娘がラガトに話しに行ってるわ。ファラーは現在選ばれしサーの称号を獲得しています。もともとはソマリア内戦の難民なのですが、8歳でイギリスに移住してマクドでバイトしたりしてたみたいなのですが、伝説の男となりました。ブリティッシュドリームと言っていいかもしれません。サー・モハメド・ファラーですから。今年東京オリンピックで絶対見たい。祈りましょう。この動画を気に入った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。How cool is daddy? Cool.